はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、初アイリッシュウイスキーということで、タラモアデューです。これちゃんと合ってるかな？タラモアデューで。こういう感じです。はい、アイリッシュウイスキー。アイルランドのウイスキーでございます。アルコール度数 40%。これ容量が 700ml でございます。原材料、モルト、グレーン。これ輸入者がサントリーですね。ん？サントリーアライド株式会社。どこの会社だこれ？サントリーか。うん。原産国、アイルランド。ということで、このタラモアデュー、ちょっとググりますけど、ちゃんとタラモアデューで合ってるか、恥ずかしいことね。タラモアデュー、多分これで合ってます。うん、合ってますね。タラモアデューです。こちら。これがですね、アイリッシュウイスキー、世界一のシェアを誇るのかな？多分。多分そうだと思います。はい。はっきり言ってアイリッシュウイスキーって言うと、もうこれしか多分ないです。ぶっちゃけ。ほぼないです。うん。有名どころで言うと、もうこれしかないです。まあいいや。ごたくはいいんで、ね、飲んでみましょう。アイリッシュウイスキーとはどんなウイスキーなのか。ちょっと楽しみですね。ちょっと先ほどかなり、ね、ウイスキーも飲んでますんで、やばいんですが。ん？あ、ちょっとなんか、癖があるな。匂いが。ん？あ、これなんかすごい香りがするぞ。なんかね、言っちゃ悪いんですけど、なんだっけこれ。これどっか小学生のところでどっかで嗅いだことのある匂い。変な意味で。変な意味で嗅いだことがある。匂いがする。そんじゃ乾杯。これ絶対あれだってこれ。なんだっけ？思い出せないけど、いわゆるマジックの香りみたいな。そういう系統の香りがします。ものすごく。覚えてないですけど。もう明らかに不快な匂いがしますね。うん。あ、これダメなやつだ。うん。一言で言えます。まずい。これダメなやつだ。うっそー。マジか。すっごい期待してたんだけどね、これ。アイリッシュウイスキーやっと買ったぜ。あ、値段言ってなかった。確か1600円ぐらいです、これ。うん。どこでも多分1600円ぐらいで売ってますけど。あー、これダメなやつだわ。まずい。うん。これダメなやつです。これは。これなんだっけな、この味の香り。この香りの味ですよ。いわゆる。さっき言ったマジックに、小学校の時どっかで嗅いだことあるんだよな。小学生の時。なんか、いわゆるさ、なんか、絵の具とかの匂い。悪いけど、
ものすごい変な例えというか、悪い例えというか、もうダイレクトに俺が言うけど、これは絵の具の匂いとかそういう系列の匂いですね。匂いっていうか匂いだけじゃないんです。味が。もうだって味がそのダイレクトにその味がするんです。香りの味が。ああ、これ。これはやばいぞ。マジで。唯一、角瓶に対抗できるほどのまずさのウイスキーをゲットしてしまった。参ったな。いやー、これ下手すると角瓶よかまずいかもしれんぞ。うん。ああ、これダメだ。これダメだ。これめっちゃダメなやつだ。これ確認ようか。勝った。確認に勝ったわ。ウイスキーの中で多分最強だわ、これ。まずさ。確認をね、俺の中の王者の確認を、任したわ、これ。吐きそうになってきた。うわ。うわ、これまずいわ。うわ、マジか。マジか。すっごいさ、タラモアデューみたいな。かっこいい名前だからさ、やべえとか思いながらさ、ワクワクテカテカみたいな感じで、ね、アイリッシュウイスキーだとかって買うわけですよ。僕チン。ね。買ってこれですよ。うわ、きつ。うわ、これはきつい。タラモアデューでググって一番最初に出てきたブログがあるんですけど、それをちょっと読ませていただきます。こちらはですね、この人は、バーテンダーの人ですね。はい。数年前、B 君という常連になられたばかりのお客様に、ウイスキーの味がわかるようになりたいんですが、どの銘柄から勉強すればいいでしょうと尋ねられました。実はこの質問に答えるのは非常に難しいんですよ。私なりに初めての方でも飲みやすいウイスキーの銘柄は頭に入っているものの、好みの味というのは人それぞれ違うもので、銘柄選びを一つ間違ってしまえば悪いイメージが残ってしまってウイスキーが嫌いになってしまう可能性があるのです。うん、その通りだ。俺の初めて飲んだウイスキーが角瓶だったっていうこともね、非常にこれはもう当然のごとく。しかも B 君は普段ジントニックやモスコミュールなどあまりきつくない定番のロングカクテルを飲んでおられますので、いきなり癖の強いウイスキーをストレートでお出しするわけにはいきません。はあ、ジントニックやモスコミュール飲んだことあるんだけどもう忘れちゃったけど、ジントニックは大好きですね、僕もね。ここは慎重に、うちの店に並んでいる銘柄の中で最も、ここ重要です。うちの店に並んでいる銘柄の中で、最も、癖がなく、スムースな飲み口のウイスキー、過去タラモアデューをおすすめすることにしました。なんだって。最強に癖が強いんじゃないか、これは。個人的に今思いました。はい。マジか。これですよ。ね。皆さん、気をつけた方がいいです。ね。
最も癖がなく、スムースな飲み口のウイスキーを、で、タラモアデューをね、進めてくる、あの、バーテンの人がいるらしいです。ね。俺の中だともうその店には二度と行きません。うん。間違いない。ちなみにタラモアデューは、アイリッシュウイスキーの中で私が最も好きな銘柄でもありますので、話のついでに簡単に解説させていただきます。タラモアデューとは、アイリッシュウイスキーの中で、ジェムソン、カッコ、まあ、ジェムソンですね。ジェムソンに次いで第2位の出荷量を誇る人気の銘柄。つまり、第1位がジェムソンっていう、アイリッシュウイスキーがあるらしいですね。うわ!うわ!これまずい!うわ!くぅ!キチガイだ、これ。これ絶対キチガイだ。これ絶対こんなウイスキー気違いだ。いや、これ絶対おかしい、この味は。確定でおかしい。まあいろいろもういいや。もういいわ。読みたくねえわ。うわぁ、くわぁ。これ気違い。いや、これは気違い。このタラモアデュー最強にまずい。びっくりするほどまずい。なんてことだ。うわバーチャーマジまずい。これなんのあれ。うわうわマジこれ捨てたいぐらいなんだけど、どうしようかこれ。ああ、やばい。これまずいわ。やばい。ガチで吐き気がしてきた。これやばいぞ。これまずい。ほら、あとこんだけなんだけどさ。この100分の1ぐらい飲んだだけで、これなんだけどさ。どうしようか。まずいなぁ、これ。まずい。まずいなんてもんじゃない。うえ。吐き気がする。これはダメだ。タラモアデュー。もう、これ。もうあとこんだけあるんだけど。もう誰かにあげようかな、これ。くっそわ。まいった。これなんか、何の味だっけこれ。小学生の時にさ、なんか小学校のさ、なんか、何かで絶対嗅いでんだよ、これ。この香り。小学校か中学校か忘れたけど。くぅ、これはまずいぞ。まいった、一つ星。うん。これまた、まだあれだな。うえ。うわぁ。まだ角瓶はまだ飲めるぜ。角瓶まだ飲めるって。これは、きついわ。伝説的なまずさ。うわぁ。これ買っちゃったか。まあ、これはまあ、うん。いい勉強になったと思います。うん。アイリッシュウイスキー、イコール、クソまずい。うん。飲めないです。もうゲロです。もうゲロの味とかいうレベルじゃないです。もう絵の具とかのレベルです。もう、物理的に植物、もう、植物じゃないです。これ。うん、食じゃないです。もう、結局食べられませんのやつを食ってるようなもんです、これは。この商品は食べられませんっていう商品を食べてるようなもんです。これはさすがにきつい。ぜひ買ってみてください。
ぜひ、おすすめ。あの、これおすすめです。逆にこういうウイスキーを待ってた。あの、超まずいウイスキーを待ってた。ね。いかにまずいかを。ぜひ皆さん。ね。飲んでみてください。これめっちゃまずいです。1600円します。残念だから1600円もします。高いです。アイリッシュウイスキー全部高いです。これが一番安い部類です。ぶっちゃけ。うん。本当です。アイリッシュウイスキーの中でこれ一番安かったんです。酒屋で。一番安かったんです、これ。うん。それなんだけど、この、ね、値段でね、こんなまずいウイスキーがあるなんて、うん。アイルランド。アイルランドっていうか、ぶっちゃけアイルランドって、スコッチの隣じゃねえかよ。俺の最も嫌いなウイスキーのスコッチの隣じゃねえかよ。くそ。何の因果があるんだ、アイルランド。北アイルランド連合国。なんだっけ。イギリス。もうイギリスの近くのウイスキー全然うまくねえわ。もう、うわ、気持ち悪いわ。お前、気をつけ。吐きそうだ、ほんとに。リアル吐きそうなんだけど。どうしよう。ということで。もう、これはもう、もうまずすぎる。一つ星。皆さん、ぜひ、買ってこれ飲んでみてください。まずいから。うん、お疲れさんでした。